はい、どうもこんにちは、トンでございます。ということで今回は幻のあれをね、探しに行きます。ということで夏の大人の夜遊び編です。それでは本編どうぞ。あんま平気でくらい、てか普通にこんなとこにおるんすね。マジ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 、はい、マジで。どこすか、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 え、え、あらららうわ、でかっ、でかっ、怖。どうもこんにちは、とんでございます。こんにちは。NG 一発目、NG 一発目、もう一回、もう一回。はい、こんばんはやな。切るんでいいっすよ、切るんでいいっすよ。大丈夫です。はい、こんばんは、ヤンチュです。こんばんは、トモです。今日はね、幻のカニを捕まえに来ました。サポートしてくれるのはこの名人お二方で、取れるかどうかは幻です。行きましょうか、行きましょうか、行きましょうか。でかいの取ろうか、お願いします。見えます？見えるよ。結構水あるっすね。なんかめっちゃ小魚おるな。いくぜ。はい。マジで？おお、マジで。おお、いきなり、あー、下手くそ。ちょっと、トールさん、トールさん、トールさん。逃げた。いや、逃げたって、あれは取らなあかんでしょ。めっちゃゆっくりそーっと行きましょう。あいつもう壊れた。うせやろ。マジ一発目っすよ。え、そんで救えへんだんや。なんで救えへんのかなと思った。いやいやいや、あ、そういうこと。ちょっとちょっと、え、もう一撃目で壊れた。一撃目で弾粉砕しました。幻のカニ。ドーマンガニ。ウィキペディアによりますと、ノコギリガザミっていう和名なんですけれども、甲羅の縁にノコギリの歯のような突起物、こちらがね、ついていることに由来しているようですね。浜名湖とかでもドーマンガニと呼ばれてるらしいですね。幻のカニ。高知県ではエガニとか呼ばれてるらしいですね。マングローブガニとかね、そういう風に呼ばれてるらしいですよ。爪の力がね、めちゃめちゃ強大で、乾電池をね、潰してしまうほどであるっていう風にね、言われてます。別のネットで調べると、1トンのね、挟む力があると、そういう風に書いてありましたね。めちゃめちゃ強力です。多分ね、もう粉砕骨折じゃ済まんと思う。これついに挟まれたら。本当にね、笑い事じゃ済まんくなるからね、こいつ。汽水域、海水と、真水の交わるところでしか生息できないらしいですね。喜んでおる、喜んでおる。喜ん？あ、入ってった。うなぎ。なんか違うカニもおる、うん、あれ俗に言う飛びつきガニっていうやつやな。渡りガニみたいな感じ。渡りではないな。どこにでも。そもそもこんな夜にライトを照らして遊ぶことがないもんで、うん、楽しいで。楽しいよ、夜遊びの。大人の夜遊びですね。いや、夜のパトロールやね。あ、パトロールね。うん、これパトロール。あ、おるおるおる。あそこ。あそ、あれ、あれ、そうですそうです。あれ、あれ、ドーマンでしょ。あ、そうそう。あれ、ちっちゃい。まあ、一回試しに。試しにトロカで取れるんですか。取れる、あ、楽勝取れる。マジで、うん、さすがカニ取り名人、トモさん。カニじゃんやで。あ、そうやっていくんだ。あ、早いな。
ちゃうね。早い早い早い。早い壁に追い込むんさ、うん、あ、追い込んで取るんですか、うん、すげえ早い早いな早いな。あ、でもゲットや。おお、すげえ。まあ、慣れたもんやろ。トールさんとは大違い。うわ、ちょっとちっちゃいね。ちっちゃいっすね。逃がそうか。はい。逃がしょ。逃がしょ。逃がしょって。ああ。トメ君とか行くんだよ。あこあんな平気で行くよ、あんな。ああいうさ、向こう抜けてくんさ。うん、あ。ああいうとこね。はい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 。てか普通にこんなとこにおるんすね。ビビるね。どこすか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 。あっちの方か。ええ？あらららら。うわでかでか。あれでまあ400ぐらい。どうしよう。追い込みもいい。ちょっと向こうから取った方がええんちゃん。あれだだだだだだ。これはキープや。こっち来た、こっち来た、こっち来た。行った。オッケーオッケー。すげえ。早い。うん、早い。仕事が早い男。うん、もうで次探そう。見えるけど。これ危険？危険、持ったら危険。おお、よう手でいきますね。指どう？指は無理やろ。うん、危ない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 。マジで手でいけるん？いけるよ。あ危ないよ。手落としますよ。そうだよ。静かに。静かに静かに。夜やから。持ってこ。バッカンいる？そうですね。はい。おお。これになりました。ドーマンゲット。いい。トモさん、さっきね、うん、僕オープニングでね、うん、幻のカニって言ったんですよ。幻じゃなかったね。全然幻ちゃうやん。幻じゃないんやけど、あれ小さいから取りやすいだけ。ほんま。大きいのはもっと難しい。いや、っていうかもう4匹いましたよ。え？もう短時間で4匹いましたよ。5割取れる確率。ほんと。ね、死ぬ？どこですか？で？あのちっこいの？あのちっこい。あれ死ぬですか？あれ死ぬ。うん。よう見とかんと見逃しますね。見逃せば。コロナ慣れるともうパッと分かれられるんですか？マジですか？うん。何百匹で見つけてきたんだ。そのうち何匹取ったんですか？そのうち3匹ぐらい。でっかでっかでっかい。これ楽勝や。楽勝楽勝。タモワーク見とるよ。タモワーク、はい、楽勝。ゲットゲット楽勝、うん、でっかです。これでまあほんでも700ぐらい、うん、うん、700、メスある？これ1キロあるでしょ。メスやで。あ、ほんとやな。めっちゃでかいあるわ。え、1キロないの？これ あ, 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 あるな、あるわ、あるでしょ。あるあるある、全然 1.2 ぐらいある。これで花花はなくなる。花はなくなる。これ 1.2 ぐらいあるわ。これはでかいで、うん、普通にでかい。これ何が似てるんですか？これ幻の幻ドーマンガニやね。キロあるわ。あ、あるわ。あります。あるある。危ない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 
僕もドエライナー僕もドエライナー僕もドエライナー爪であの枠挟んでくるやつだ、初めてな。いや、今のでも爪伸ばしたら枠いっぱいあるんちゃう。ひどあるわ、ね、お前のやつぐらいあるわ、うん、あれは一発で痛風になりますね。痛風になるやろ、わかるやろ。やばいな、僕痛風予備軍なんですよ。俺予備軍どこかで、ね、なったんすか。痛風飲んどるよ。この痛風の本当ですか。足痛いやんか。あ、そうなんですか、うん、っていうことはあれですね、先輩ですね。先輩ですね。水分はこれからよく取るようになった。はい、っていうことはそのカニ食っちゃダメだぞと。まあまあ本当はな。本当はね。ここ激アツポイント。うん、ここ。今のマーベルジュ。これついてもこれやもんな。マジで。かぶせたら絶対かぶせんね。なんかこれ取れちゃえばいい。あ、穴入ってた。あ、入ってた、入ってた。もう消えたわ。数入ってた。普通に食えそうなうなぎでしたね。あ、食える、食える、食える。鈴木？あ、あれ、テラスも逃げやんの？もっと大きいのほんと70くらいで来てるボケー、寝とるんじゃん。ボタードだ。さあ、今回のお話はこの辺でお開きにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくです。おる？行く？どうすか？おるな、うなぎ食らせろ日本一で。ほんまに？ほんまに？ほほほほ。やあ、やんねやろ。すげえ。シャオラ。シャオラ来た。シャオラ来た。